二刀時のベースの正しい入り方、はい、こうやってタッチできるんで、できるだけこっち側に立つ、こういう風にして入った方がいいです。だからまあメジャーなんか絶対前ですね。二刀時のベースの正しい入り方、はいはい、タッチまでの流れで気をつけること、はい、スムーズなタッチまでの流れを教えていただきたいです。はい、わかりました。これ、まあ、僕がプロでコーチ戻った時もそうなんですけど、みんなまたぐんですよね。これまあショートです。セカンドの場合はやっぱりこう反対の動きになるんで、またぐっていうのは全然いいと思うんですけど、まあ、できたら前の方が本当はいいんですけどね。前に入ってほしいんです。前に最初からこっち側に入るとランナーがこういうふうにして来ますよね、盗塁の時で。全部ここに来ないので、ベースの上のラインには絶対に来ないので、全部まあショート側に外れるのはもうキャッチャーの完全な責任です。でもこちら側のボールっていうのは、まあショートなんかでいうと前に入るとこうやってタッチできるんで、これが後ろだと、後ろっていうかまたぐとそれた時にもうこっち側になってタッチできないんですよ。だからもう全然ランナーに当たる可能性もありますし、ボールが。だから絶対に前に入っていいボール来たらこうやってまたいでいいんですよ。絶対にここは前です。こっちの方が早いんで。で一塁側にそれたボールもアウトになる確率は高いです。ここでパンってこういうふうにタッチできるんで、そのままパン。これが後ろだともうノーチャンスなんで、これが例えばバッターがスイングした時って絶対遅れるんですよ。遅れた時ってなかなか前には入れないんで、もうその時はもうこういうふうにして、ちょうどこういうふうにならないしょうがないわけですよ。その時は、まあ、一塁側にそれた時っていうのはこうやって入っても一塁側それたらパッとできるだけ前で取った方がいいです。無理だと思いますけど、後ろに取ったらほとんどノータッチなんで、ノーチャンスなんで。だからショートなんかで言うと絶対に前、早くついてても前、前です。前で待っとくんです。でいいボール来たらまたいでタッチ、そっちの方が確実な。これはアマチュア含めて全て、もうアマチュア、まあ、そうです、全部そうです、一緒です。昔これ聞いた話なんで、もし間違ってたら申し訳ないんですけど、メジャーリーグで検証したらしいです。でも追いタッチの方が早いっていう。だからまあメジャーなんか絶対前ですよね、ほとんど余裕がある時は。だからまあショートなんかは前です。ただセカンドの場合はこれを前に入ろう前に入ろうとしてこうやってやると、逆に自分の体をこう、なんていうんですかね、サード側の方に流れ、サードピッチャーの間ぐらいに体が流れながら後ろにタッチしないといけないんで、セカンドの人はまたいでいいと思います。またいで、で余裕がある時にたった時にパンとこうやってタッチするしかないですよね。で後ろで取るともうタッチこっちの方が左から右の方が遅いですよ、絶対引くより。だからこっち側になったらもうしょうがないです、セカンドの場合は。だからセカンドの場合はまたぐの目安に入ってくる、ショートは絶対に前。だからカットプレーとかもそうですね、セカンドで来ましたってなった時にこういうふうにして入った方がいいですよね。左中間とかでもこうやって入る人いるんですよ、ランナー見たいから。でこっちの方が遅いですよ。こういうふうにして見てパン取ってこうやってタッチした方が、まあ振り幅もでかくなると。こうやってなかなか振り幅でかくならないじゃないですか。
左肩があって右方向ですから、左に振るとなんぼでもいけるんで、パーンってこうやって立ちできる、まあ、悪く言うとごまかせる部分もあるんで、まあ、基本的には前の方がいいです。ただサードの場合は、まあ、向こうがホームとして、セカンドと一緒です。前に入っちゃうと自分の体が前行って後ろにタッチしないといけないんで、これはもう全然またいでいいです。で、余裕ある時とはセカンドと一緒でいうイメージですかね。アマチュアの場合はリプレイないんであれですけど、だいたいあれリクエストしてもこうやってやったら結構アウトになってるでしょ、よく見たら。こっちよりも少し前で取れるし、それはもうこうやって取っちゃったらダメですよ。このボールの勢いを利用してそのままこういうふうにしてタッチする。の方が早いです、まあ、絶対に。タッチってこうタッチすると出ちゃう。で、指出してる子多分多いと思うんで、僕は別に指は中入れるとは思ってないんで全然いいんですけど、できるだけこっち側にタッチする。そうすると蹴られても出るとこがないんで、こうやってタッチするとボンと蹴られて出ちゃうんですよね。で、まあ指の怪我もあるんでこういうふうにして、こういう動きです。ここでタッチ、まあだからこういうのもダメですよね。まあ、大体こういうふうに動くんですけど、結構こうやってタッチする子多いんで、グラブは立ててこっちの4本の方でタッチするといいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと野球の質問等はですね、概要欄の方に詳しく書いていますので、どしどし質問よろしくお願いいたします。